チャンネル登録およびメンバーシップへの登録お願いします。皆さんこっちです。ジェスチャーオルゴブルだ。はい、私ひろげこれを買いました。それがこちら。よいしょ。はい、こちらレゴクリエイター海賊船を買いました。ちなみにこれわかんない人は何のこっちゃだと思うので簡単に説明したいと思います。ちょっと前に僕地元の山田電機に行った時になんとこれが8800円で売られていました。ちなみにこちらの定価は15600円です。ちなみにこちらのレゴクリエイターは今年中に廃盤になるっていう噂があったので、それで僕これ買うか買わないかめちゃくちゃ悩んでいて、これはいつも動画見てる皆さんに決めていただこうと思って先週の日曜日に緊急でアンケートを取りました。で結果は圧倒的に買うべきという答えが多かったのでこちらを買いました。ちなみにこれ以外にも他にもセールがやってたんですけど、他のやつはちょっと僕はちょっとこれは欲しくないなって思って今回スルーしたんですけど、これはちょっとほんとどうしようか悩みました。ちなみにこちらのレゴクリエイターの動画はいつか動画にしたいと思っております。はい、本日の動画は以上になります。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとう。言いたいところだったんですけど、今回の動画はまだ終わりません。今回私からちょっと重大発表をしたいと思います。もう発表します。私ひろげ、この度なんと、ブリッククラブを設立しました決して設立に携わったのは僕だけじゃなくて、レゴ好き集合でおなじみのブルーマンボックスさんと、JBF で仲良くなったアジダカさんと、私ひろげの3名で設立しました。そもそもブリッククラブというのは、基本的に徳島をメインで自由にレゴを楽しむことを目的にしたクラブになっております。メインは徳島なんですけど、いつかは四国をメインにやりたいなって思っております。ちなみにブリッククラブの入会方法なんですけど、X、Twitter ですね。アカウントを持っていたら誰でも入ることができます。で、入会の際はブルーマンボックスさんに連絡いただければ入ることができます。で、ブリッククラブに入ったら僕の動画更新のお知らせ以外に、レゴ好きなら楽しめる企画を皆様で開催したいなって思っております。で、細かい内容については、レゴ好き集合のこちらの動画からご覧ください。最後になるんですけど、私主催の徳島ブリックランドの開催まで残り1ヶ月となりました。で、前回の動画で説明したと思うんですけど、今回は関西レゴグループの皆様、簡単に言えば JBF の運営の方々がなんと来てくれます。で、徳島ブリックランドでは、レゴの作品の展示じゃなくて、ワークショップも開催していますので、どんな方でも参加できて予約は不要になっております。ちなみに TBL の詳細についてはこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひ確認してみてください。はい、ということで皆さんブリッククラブへの登録をぜひよろしくお願いします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほななーイェーイ